この催しは地域の小学生と農業者が農業を通じて交流を深めようと毎年この時期に行われているものです。今日は秋空の下、鳥栖市にある木里小学校の5年生およそ60人が稲刈りを体験。稲刈りの後はコンバインと綱引きをして汗を流しました。最初は難しそうに思えたけど意外に簡単やった。木里小学校によりますと、例年は11月下旬に餅つき大会を行っていますが、今年は新型コロナウイルスの感染防止のため実施を見送る予定だということです。